皆さんこんにちは、寒い中大勢の方お集まりいただき誠にありがとうございます。そしてまた通行人、買い物中の皆さんも、我々がちょっと騒いでる間ご迷惑をおかけしましたがありがとうございます。まだちょっと続きます。へなちょこな政治家の人たちですけど、私たちがお尻を叩くと結構頑張る。こんな寒いのに背広で来てたっていうだけでもちょっと偉いかなと思います。葛飾さんは台から降りてから寒いって言ってました。そういう意味ではですね、我々の多くはやりたくてもというかあんまりやりたくないなと思う仕事をやってる彼ら、褒めておだてて育てて我々のために働かせましょう。そのためにはまず選挙です。野党共闘がようやくこう形になってきますと、案の定、まあそんなの分かったことですよね、野合批判ってやつが来ました。まずですね、野合ってなんだって思うじゃないですか。辞書で調べてみてください。まあちょっと今言いますけれども、野合って書いて何て書いてあるか、正式な手続きを踏まずに男女の中になることと書いてあります。男女の中になるっていうのはアダルトな感じがしますね。何なんでしょう、野党共闘のどこが正式な手続きを踏まずに男女の中になってるんでしょうか。少なくとも手続きはちゃんとやってますよね。自民党と公明党の方がどうなってるんだ、大阪維新の党とやってるのはじゃあこれどう表現するんだ、とてもここでは言えないようなアダルトを超えたかなりいかがわしい関係ですよね。そんな連中にこんなこと言われる筋合いはない。またですね、一国の総理大臣が一応国をの国政を担っていることになっている自民党がですね、民教合作とかって書いてるネトウヨそのまんまのビラを配ってるそうです。民教合作っていうのはまあおそらく国教合作という過去の中国大陸における事例を参考にしてるんだと思います。ところが残念、安倍さん自民党歴史が好きだけれども歴史が知らない、歴史を知らないから2つの大事な点を見落としている。まずはですね、民教合作だとすると、じゃああなたたちは誰か、大日本帝国だと。あ、やっぱりそうなのか、大日本帝国を再興させたいと思ってるから民教合作が怖いんだ。もう一つ、国教合作は大日本帝国の侵略をはねのけて追い出した、負けるって分かってんのかあんたたち、大丈夫かそれで。民教合作っていうバカがいたらはっきりそうやって教えてあげてください。歴史を学びましょう。しかもですね、恐ろしいことにこの政権、次は憲法改正だと、緊急事態条項だって言ってるんですね。緊急事態条項っていうとなんか緊急事態怖いからあった方がいいんじゃないかって思うかもしれませんが、緊急事態に備えるっていうことであればもうすでに憲法に書いてあるんです。衆議院を解散してて参議院しかないときは参議院が緊急集会をやって国会として法律を作ることができる。法律が作れればそれで困ることはないわけです。ところがですね、緊急事態条項というオブラートに包まれた言葉の本当に意味しているところは国家緊急権というものなんです。国家緊急権とは何か、それは非常事態だと、緊急事態だと、そういうことを政府が判断したら立法権を政府が使っていいことになると、要は独裁していいということになるわけです。そんな国家緊急権を使おうとしている、それを解禁しようとしている。災害の名のもとにですよ、3月11日の始まったあの大震災からまだ5年しか経っていない、そのことを利用して悪どいにも程があるだろう。災害の名のもとに権力を掌握しようとするなんて、亡くなった方たち、被災者たちに対する冒涜だろう。しかもですね、国家緊急権ということになれば当然ヒットラーですよ。ヒットラー何やったか、政権を掌握してから
さらに政権基盤を強めるために国会を解散した。そしたら議事堂が焼けるっていう事件が起きた。何やったか、赤狩りですよ。共産党が怖いって言って共産党のせいにした。どっかで見聞いたような話になってきましたね。国会議事堂に火がつくってことがないようにみんなで気をつけましょう。その代わりですね、我々がきちんとこういった馬鹿げた反論に対して答えていって、これは我々が平和を守り、憲法を守り、そして将来へと、子供の世代へと、孫の世代へと、日本の平和と繁栄のために、そして世界にそれを広げていくために私たち一人一人が努力していく、その始まりということで、今日からまた決意を新たに頑張っていきたいというふうに思います。皆さんこれからです。野党の後押しをして、時には叱り飛ばしながら、しかしおだてて褒めてあげることもしてあげましょう。頑張る人は頑張ることができる。なので信用する必要はありません。政治家は所詮政治家です。当選したって監視を緩めることはできません。しかし主権者である私たちはそうしなくてはならない。それは何よりも私はシールズの若者たちが私たちに思い出させてくれたことだと思います。皆さんここから頑張りましょう。ありがとうございました。田村先生ありがとうございました。